さあ今日は熊本妄想旅行者オープンしております。今日限りでございますので、旅に関する疑問、質問、悩み、そして今日スペシャルアドバイザー、国連加盟193国を全て旅し、本当は236カ国ぐらい行ってるよというアマゾニアンさんこと二宮新平さんをお迎えしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします髪の毛が、すいません、それは何ヘア、ドレッドヘアって言うんですか。これはちょっとキノコの山みたいな。うるさい。これね、名前わかんないんですよ。僕がこんな感じでアフリカの子供みたいにしてくれっていう美容室に行ったら、アルミホイルで、アルミホイルで巻いて、所沢でなんか爆発させてるんですか。そうなんです。あんまないですね、アルミホイルでね、巻いてくれるとね、本格的ですよね。そう、だからそういうお店でもないんですよ、普通の美容なんですけどね。へー、そうなんですね。さあ、そんな二宮新平さん、アマゾニアンさん、私がなんじゃこの人と思ったきっかけになった、そのタンバリンの音色をリスナーの方にも聞いていただく夢が叶います。実はこれ、私が二宮さんに付き合ってもらって楽器店に行ってブラジルで買ったタンバリンって言うんじゃないんでしょ。本当タンデーロです。タンデーロ、はい、それはブラジル語なんですか。そうですね、パンデーロ、ポルトガル語。普通の、まあ、タンバリンではちょっと持ってもらっていいですかね、はい、普通の大きさで、はい、まあ、普通のタンバリンなんです。なんかあとはあれですね、皆さんのイメージと違うのは、革がね、貼ってあるっていうのが、カラオケにあるタンバリンとはまた違う。穴が開いてない、穴が開いてない、貼ってあるよっていう、はい、そのじゃあ音を出してもらっていいですか、片手で。低い音、ここまでが一つのタンバリンでこんな低音から高音まで、はい、そしてギーまで出せる。そう、ブルーム感ありますよね、これね。すごいなぁと思う。僕も初めて出会った時は驚きましたもん。どこで出会ったんですか。これはハンガリーです。ハンガリーで出会ったんですか。逆にだから、ハンガリーを僕が旅行してる時に、南米から来たゴー君っていう旅人が、日本人、日本人、へえ、同じ感じです。もう旅行先で会って、違うところで出会って、惚れて、俺もこれ買うって、ブラジル行ってすぐ買いました。1万8000円ぐらいしたんですよ。タンバリンで1万8000円で、なかなか使わないです。はい、いや、これに惚れて、はい、で、教えてもらいに行ったんです。二宮さん、すいません、教えてくれませんかって言ったら、いいよ。許す。許す。そう、私がね、許すって言葉を聞いたのは二宮さんが語源なんですよ。あ、そうなんです。この間ね、人生の素晴らしい言葉として、許すってのがあるんですってラジオで話した。その張本人、この人です。そうなんですね、私でした。すごい言葉だな。使っていただいて、結構そうですね。人とのこう、いさかいが起きた時も、なんかその人を浮かべて許すって言えば、あ、なんかまあしょうがないかなみたいな気になる。すごい言葉ですよね。結構投稿とかでも結構使います。今でも使ってます。カタカナ3文字です。簡単です。漢字使わず承知しましたとかそういうんじゃなくて、許すですからね。許す、はい、許す。そんな二宮さんなんですが、はい、今日はですね、目いっぱい時間使わせていただいて、10時台も出ていただこうかと思っております。二宮さんがへの質問ももちろん大歓迎ですし、リスナーの方に一生のうちに一回は行ってほしいなという国とか、はい、まあちょっと二度と行きたくないとは言わんけれどももうちょっとしばらくいいかなみたいな国がもしあれば、まあそういうところもありますね。ね、ベスト5とかそのあたりで10時台聞かせていただければと思います。あと、まあトイレとかね、はい、食事とか生活とか出会いとかいろいろあるじゃないですか。いろいろ その辺もね、聞かせていただきたいと思います。はい、はい、今日は時間目いっぱいいただいていただこうと思っておりますよ。ちょっと早速ね、質問が来てるんですよ。あ、結構来てますね。来てます。さっき埼玉県の方からいただいて、そう、埼玉県いますから私読みますね。はい、あ、はい、近いところから聞いてる方いるんですか。ねえ、ラジコのエリアフリーで聞いていますという方で、今まで知ってるとこですよ。レブロンさん、知り合いじゃないんですか。あ、知り合いではない。僕はいわゆるアメリカ南部の音楽が大好きなので、アメリカ南部言ったら南アメリカのことですか。の
アメリカ南部はあのミシシッピ川の方です。へアメリカの中の、まあ、テキサス州の流れの右の方、要は油田とか。そうなんですよ。ニューオリンズに渡ってニューオリンズのソウルリズム&ブルースを聞いてアムトラックで北上、メンフィスでブルース、ナッシュビルでカントリーを聞いてアラバマでマッスルショールズスタジオを見学してシカゴでブルースを聞くという音楽巡礼の旅をしたいです。いいですね。あの辺音楽盛んですからね、アメリカでも ね。ちなみに松山市は日本中を旅した僕が唯一住みたいと思った街で大好きな街です。ありがとうございます。確かにでも住みやすいと思います。めっちゃ住みやすいんですよ。なんか晴れの日も多いらしいですね。めっちゃ多いんですよ、ね、岡山と香川と愛媛は日本中でも多いと思いますね、はいはいはい、晴れの日。ちょっと今日みかんをご用意して。あ、そう、はい、さすがだな。食べながら喋ってください、はい、美味しいやつ用意してるんでね。つまらせないみかん、はい、ということですね。あと今日はですね、この町に行ってみたい、この国に行ってみたいとか質問も受け付けてるんですが、神風ボーイさんは松山市の方ですね。フランスに行ってみたいです、建物とか見たいなーで質問なんですが、世界旅行中、はい、アマゾニアンさん、ゲテモノ料理って言っていいんですか、こんなの食べれるのみたいなのがありましたかということですね。一番パッと思い浮かんだのはモロッコの、モロッコマラケシュ船広場、行きました行きました。あそこもゲテモノでバックパッカーたちにも、ゲテモノっていうのはちょっと失礼かもしれませんが、ね、わっというものがわっとそうありましたね、はい、これ例出していいんですか。普通いいでしょ。あ、でもそんなあれでもない、現地ではちゃんと食べられてるものですから。まあエスカルゴという名のもほんとカタツムリ。あ、カタツムリはでもあれは普通に私は食べましたけど、エスカルゴのイメージとはでも違いましたね。もう本当その辺にいるようなその辺にいるような感じで、まあ、茹でてやったり、まあ、塩茹でなのかな、あれ、ほうほうほう、まあ、淡白な味でしたね。 あと羊のあれは食べました。あれはありました。あ、食べました、ね、あれってなんか、まあ、ヨーグルトみたいな、ヨーグルトでした。そうですね、私は違う感じ、あのレバーみたいな味がします。あ、じゃあ違うあれが食べ方あるんじゃないですか、ね、多分。マラケシュ名物料理羊ので検索すると出てきますので、ぜひ気になる方チェックしてくださいね。マラケシュ船広場の名物で、あ、オレンジジュースも美味しいですよね。あ、そう、オレンジジュースもね、絞りたてのね、そうなんですよ、出てきますよね。はい、そしてとにかく暗い高村さんから質問です、はい、素朴に思ってた質問なんですが、次々と次の国への出国手続きや交通手段の手配、そしてホテルや食べ物など予約なしでどうやるんですか。どうやる。でもなんか今となっちゃ確かに予約ね、あらかじめすることが多い。スマホとかが発達してない時代も旅してましたもんね。そう、うちらはでもその時代ですもんね。ですね。どうしてた。でも通勤に行くようなもんですよね。なんか普通に通勤と一緒で、なんかその場で買ってって、その場で買ってって、だから予約とかも全くできないから、できなかったです、ね、もう工夫はありましたよね。バスに、そのバスに乗るためにもう朝早く出たりとか、余計なだから待ち時間は今よりだいぶあったと思います。そうですね、もう旅は待つです。待つ、本当に待った、ひたすら待った。でも逆に言うとネットがない世界なんでね、競争相手もそんなにそうなんですよ、ないというか、まあ、早いもん勝ちっていうあれがあったんで、うん、今逆にしんどいなと思うのが、予約をしておかないと競争になるので、予約に縛られて遊べないんですよね。そうです。もう次あそこ行かなきゃいけないから次行くわみたいな、事務的作業が多そう。そうなんですよ、今大変、旅行はしんどいなって逆に思いますね。はい、そんな感じで、質問がある方何でも結構です。あとね、夏のよいちさんからいただきました。四国中央市の方、長期間旅行するときって洗濯はどうしてるんですか。下着類を含めて服の予備とか着替えは何着ぐらい持ってってるんですか。3セット。え、日が沈むことですか。違います。3セット。あ、パンツも3枚。そうです、全部3セットで、でも私は寒いのあまり好きじゃないんで、季節も夏に合わせてるんで、要はかさばるような荷物は服は常に持ってなかったんです、はい、なるほど。夏の地域に移動するということですね。鳥みたいにバランスよく季節に合わせて、はいはい、北半球と南半球が
時期変わる頃に南半球突入したり、それ大事、そう、同じことやってたんで、それ大事ですね。でもそのぐらいで全部足りましたね。あと冬寒いところに行くときは、うん、日本人宿って日本人が集まる宿とかに行くと、これもういらないから使ってくださいっていうフリーウェアとかあるので、置いてく分厚いねジャンパーとか置いてあったりするんで、それを借りて旅とかしてましたね。そういうのありましたね、結構ね。渡るメコンはワニばかりさんから、生きて日本に帰れないかもと思う危険なことはありませんでしたか、怖がりなので気になりますという質問ですね。はい、うん、危険な目はそんなに合わない、合わなかったですね。だって現地人と間違われる感じでしょ。現地人同化政策はだいぶ取ってます私もそう、同化政策っていうのもね、これ参考になると思います。だいぶだから現なんか例えばスカーフ巻くだけ、頭の上にだけで向こうからの視線がだいぶ変わります。変わります、かわせるから、かわせる、そう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 。まあなんかするとやっぱバレる、なんかカメラとかちょっとね出すと腕時計とかなんか来るんですけど、視線が。でもスカーフあるだけでだいぶ収まったのは記憶ありますね。あとなんかバッグとか持ち歩かずにスーパーの袋で歩くとかね。あ、そうですね、もう買い物、バケツで歩くとかね。バケツもあるんですか。あります、あります。買い物雰囲気を醸し出すとかね、そういうのはありましたね。いろいろなんか工夫はしました。新居浜市のほじゃけんの A さんからいただきました、はい、アマゾニアンさんこんにちは。こんにちは。僕は韓国グアムぐらいしか旅行したことないんですが、もう日本を捨てて永住しようと思った時は、一番暮らしやすい、一番幸せな国はどこでしょうか。うわ、これ気になるな。気になりますね。これ、じゃあ10時台に、はい、教え、考えといてください。はい、了解です、はい、お願いします。あなたからの質問とか旅のなんかこう疑問なんでもお待ちしております。そしてコロナが落ち着いたら行ってみたい国に関してね、その理由も聞かせてください。スマートフォンの方、南海放送アプリをご利用ください。番組名はモーニングディライト&ブリーズっていうのを選んでください。メールは md@rnb.co.jp、 いつものアドレスでお待ちしております。時刻は9時50分。